はい、ファンコイさんです。どうもでーす。ピュッ、ビューン。いや、俺たちも頑張ったよっていう頑張り活動の成果としてですね、はい、女性視聴者が増えています。はい、え、増えてるの？ 1.8%。 お、ほら。え、でも1回 2% までいかなかったこれでもこの前は確かに 1.7% だった。 Twitter でファンコイさんをこういろいろエゴさしたわけですよ、うん、なんかどんなついててるかなと思ったら、うん、なんか謎のね、うん、なんか見た目あのオールローズみたいなスラートが出てきて、うん、でなんかねピックワードがちょっとかっこいい感じに改造されてるんですよ。おかっこいいと思って、うん、でなんかそのツイート見たら、うん、このギターにファンクおじさんのピックアップを乗せるのが夢になりました、わかんないけどなんか、ね、書いてあって、うん、おセンスいいねと思ったら、うん、俺女子じゃんみたいな、ほう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 、でちょっと気になってたんですよ、うん、ちょっと待って、でもさ、はいはい、あの女性のふりしてるパターンの人とかいるじゃん。いますよ、いっぱい、うん、いっぱいいますよね。いっぱいいます。そのパターンとかではないの？俺は信じた。ということで今日はですね、女性視聴者のてんちゃんさん、てんちゃんでいいですね。てんちゃん、てんちゃん、はい、てんちゃんです。はい、イエーイ。これどこ見ればいいんですか？ね、あれです、うん、あれを見ると、うん、あの目があったっておじさんたちが勘違いする。いや、なんでこのファンコイさんを見てくれてんのかなみたいな。うん、なんでなんですか？でもギターは弾いてて、うん、ギターは3年前くらいから始めて、うん、でもだんだん音楽が好きってっていうよりギターが好きだよなぁ、気づいていっちゃって、はい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 、そしたらなんかファンクおじさんを一日一回は絶対見ないと気が済まないようになって。おじさんじゃん。はい、趣味がおじさんらしいですだって言ってることがさ、あうちに来るお客さんのおじさんが言ってることと同じだもんね。え、寝る前にちょっと一日一回寝る前に聞かないと、ね、ご飯作りながら聞かないといけないあ、これやっぱラジオで聞いてる。でもね、俺もそうだ。ああ風呂入ってる時だけ。最近はもう飯食う時も、うん、あの素晴らしい視聴者、そうそうそう、出演者兼視聴者、そうそう、そう、うん、ストラトが好きで、おでなんか、あ、そう、クリーントーンが好きで、おあんまり歪ませないのが好きなので、うん、まあ、奇数減らしでしてから。嬉しそうマジかそんな子がいるんだ。奇跡ですね、これは。これはね、あの頑張りですよ、これはなんかギターは小学生の頃からずっとやってみたくて、中学校でもやらなくて飽き性って言われてたんでやめるよなと思って手出さなかったんですけど、大学入ってやってみたら全然飽きなくて、今に至るっていう。中古のやつを買って分解して研磨剤で磨いて、はいはいはい、はい、戻して弾くのが好きです。はいはいはい、はい、それはねハードオフおじさんですよ。そうなんですよね。なかなかいないよね。でも女の子ってなんかやっぱそういう結構綺麗にするのとか好きそう。うん、うん、なんかフレットとか永遠に磨いてそうで。ああそう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 。で今日は持ってきてもらったりしてるんです。はい。2本持ってきてるんですよ。だからどっちか最初話した時はどっちがいいですかみたいな話だったから、あストラト、まあどっちでもいいけど好きな方でいいけど、うん、ストラトとかいいかもねって話をしてたら、昨日連絡したら、うん、2本持ってきますって、え大丈夫ですね。確かにね、ちょっと疲れちゃう。すごかった、バキバキなんか改造とかしてないの？あのそれはネックの裏を削っただけ、うん、おい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 やってるな汚いですよ。本当だ。あでも全然おー綺麗。あのこう手触りは全然いいです。へえー。ですよね。はい。ちょっとかっこいいじゃんめちゃくちゃ。そうミニハム。なんかアコースティックギターみたいなデザインだね。あそう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 。そうこれも初めて見た。えさガードも最初はこの形なの？そうなんですよ。ないですよ、ね。かっこいいねこれ。このワインディングめっちゃいいじゃんこれ。これだから、うん、ヘリンボーンなんだっけ？そうだよね、アコースティック、アコギの。でなんかあちょっとスプルースだ。そうそう。でスプルースって分かるんだ。私はオーガニーでスプルースがトップ、うん、エボニーじゃない、ローズとか、ローズ、でも真っ黒グローズってでもこれ私染めたんですよマスキングテープで
あの白髪染めで。あ、え？でペグは、うん、なんかシルバーの後藤から。ああ、これ俺のアフリカキャスターと一緒の。あ、でもそれを見て、めっちゃいいなって分かりました。あれ、もういつだとなく君嬉しそうだね。あ、すごいね。あれ、これいいギターだぞ。え？すごい欲しい、これやっぱネックの塗装剥がすのいいんだろうね。あめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。山菜こぼして山菜なんか溶けちゃったやつが多分あるよ。どうやったらここに山菜が落ちる状況だ。うどん食べてました。こういうこと。そうそうそう。何のピックアップ持ってんの。あ、モジョトーンの。あ、出た。あれじゃん、あの俺がこの間買ったあれと一緒じゃん、 M マリオギターの水色の。そうそう、マリオマーティンのギター。信頼お坊さんに言ってもらった。あ、うん、あれあれあのあれがモジョトーンじゃない。モジョトーンで、ーモーセは結構高い機種にモジョトーン使うんだよね。なるほど。自社で作ってないピックアップのタイプだと、ミニハムとかワイドレンジとか。じゃあてんちゃんのギターをけんちゃんに弾いてもらった。はいはい。わあ、音太いてるな。おお。え？なんか藤田君がやりそうなことやってるじゃん。そう。え？これだってこの見たことあるよね、うん、このやり方。あ。これはね。これなんですか。フラートン化。フラートン化。ジョージフラートン化。カスタムショップとかで出てるよね、なんか、ね、ここね。ああ、でも確かにこれいいね、ここがパカって入ってるのは。メンテナンスするんで。でも、うん、激しくやるとここがずれちゃう。ああ、なるほどね。ここにないから。うわ、ボリュームここに欲しいけどな、個人的には。もう一本ストラト買わなきゃいけない。いや、これを改造すればいい。買わなくちゃいけない。後日。後日ね。あ、それ理由をつけてね。ジョージ・フラットがこういう改造したってこと？もともとなんかストラトがこんな感じで、あ、最初のってことか、出たみたいな。あー、へえ。ジョージ・フラートがストラト作ってるから。あ、最初ハードオフ巡りをしてたら出会って、うん、ちょっと待ってください。今のワードは、うん、ハードオフ巡りっていうのはカフェ巡りじゃないから。カフェじゃないからね、ハードオフっていうのは。そしたら見つけちゃって、見つけちゃって、お、何このかっこいい。そう、これをリペアで、うん、これやってくれるところ、最初はなんか海外のサイトを探して、うん、こうネットで輸入しようかなと思ってたんですけど、うん、なかったから、なんかたまたま他のリペアショップでやってるとこを見かけて、あ、じゃあこれを切ってくれて、これを作ってくれてみたいな。へえ。あれアストロノートさんだっけ。あ、そう、ママの。うん、あそこやってるもんね、これ。かっこいいんだ、これ。いいけど、ここ確かに邪魔そうだね。だから最初はあれか、いろんなこう、なんていうのか、何度も試作品でいろいろやってたから、うん、ここはやっぱり簡単に外せるように、こういうデザインだったもんね。ああ、なるほどね。それもあるかもね。あと、あれじゃない？テレキャスじゃない？ここ。まあ、私これ、ここテレキャスじゃん。あ、その流れで、この辺でエッカーみたいな。あ、そうか、ボリュームトーンだもんね。そう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 。で、このさ、ここの、テレキャス、ここ嫌なんだよね。この、狭いのが。あー、なるほどね。だから、この距離感もなんかテレキャスっぽいから。これを、巻き数減らしを、いつかやってみたい。いやこれね、一見、ローズと思いきや。え、これローズじゃないの？違いますよ。軽いですよね。軽い、軽い、軽い。あー、確かにローズだったら、ここ真ん中にね、一本。これなんか、アッシュなの？そうです。で、ネックはメイプル。メイプルで色塗ってんだ。粗いヤスリで、削って細かくしていって、
この半ツヤになるようにしてるんですよ。やってるね。なんかすごいツヤツヤしてるのが苦手で。そう、なんかね、メーカーものっぽくないツヤの感じだなと思ったんだよな。強いかもね。なるほど。まあ、かっこいいな、これめちゃくちゃ。そうそう、かっこいいすごいね。そう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 。めちゃめちゃかっこいいよ。なんか宣伝とかあります？宣伝ああ、ありますよ。あるんだ。せっかくなんで、うん、あの和紙とギター好きなものをこう組み合わせたくて。おお、え、掛け軸をこれいいんじゃない？いいんじゃない？え、これ売れるぞ。そうなんですよ。めっちゃいいじゃんこれ。めっちゃ、もっと大型にもできます。これさ、親方とかさねえ。これを頼めばやってくれるってこと？そうです。これはモノクロ。死んだけやんね。すごいじゃん。ちょっと渋い。渋いよ。モノクロの方と。これは印刷してある。え、これ宣伝ということで。うん、よ、はい。あの、いただければ。お仕事として、うん、なので宣伝しに来ました。すごい。試しにやってみました。確かにさ、自分のギターを、うん、自分のギターか憧れのギターかね。絶対買えない、今もう買えないからね。そうそうそう、いいギター買えないからね。めっちゃギター好きで、弾いてると自分が弾いてる姿ってあんま見れないじゃないですか。はいはいはい。だからあのこう抱いたまま、これを見ながらご飯を食べる、うん、これを見ながらご飯を食べる。なんか独特のね、感性終わりのようで。私この仕事であれやってますよ、あの将棋の竜王戦の前夜祭とか、その裏の掛け軸とか、ミスコ、うん、のあの後ろのでっかい浮世絵とか、これだったら真正面から写真撮ってデータで送ればいいってこと。あ、そうなんですよ。でこれだったらその重さもないから、なんかこう壁とかに穴開けなくても、あのペタっていうなんか両面テープついてるやつとかで、確かにね、これいけるじゃん全然。このパイプとかもあのもうちょっといいやつに変えられます。あ、竹とか。詳細は概要欄で、詳細は概要欄で。よく見てるね。これでも本当にいいかもね。いいよいいよ、うん、プレゼントにもいいかもね。いいプレゼントいい、うん、嬉しいと思う。だって、うん、自分のギターを冷静に困ってるのちょっと面白いよね。可愛くないですか。なんかさ、親方とかさ、あの床の、あの床の間とかに、いやそう、床の間が欲しいよね。はい、じゃあの概要欄に、はい、ありますんで。ありがとうございます。あのすごい来ちゃうかもしれないけど。やった。あ、でも来た方がいいもんね。うん、あ、どんな大きさでも大丈夫です。いや、今時やる気あるね。もうちょっとちっちゃくてもいいですよ。はい、あのぜひあのオーダーしていただければと思います。そうですね、変なメールはしないようにね。そう、変なメールはしないように。いいね、マウントとかね、取ったりね。あのギターもちょっとこうした方がいいよ。あのそういうのはあのスルーしますね、ケンちゃんが。あの受け付けるのはこのオーダーだけ。か、仕事の質問だけですね。はい、はい、ということで、いやー、偉い子がいたもんだね。偉い子がいましたよ。変わってますわ。変わってますね。これを見てご飯を食べるみたいなね。はい、ご飯作るときは背中に持って行って作ります。はいはいはい。ツイッターで見かけたやばいんじゃないか女子、やばかったです。ペンちゃんをお呼びしました。ぜひこれのオーダーお待ちしてますんで。お待ちしてます。はい、ファンコイさんでした。ありがとうございました。あ、勝訴みたいな。おお、いや、何ですか。お、引いたなと思って。